ミュラは、フランス、オーベルニュローヌアルプチー県、カンタル県のコミューン、カンタル連山のふもとに広がる、山間地帯の中心地である。オートイコールオーベルニュの聖母ミュラは、カンタル連山の東山6、中央高地の中を流れる、有数の河川にアラニョン川の谷に位置する。古い火山火口の名残である、三つの玄武岩室の岩に囲まれている。シャステル岩山のほか、 ブルドン岩山には招集動員があり、ボヌビー岩の上にはオートオーベルニュの聖母像が立つ。市場が毎週金曜日に立つ。ミュラは県の2カ所の主要都市と二次的道路によって直接つながっている。オーリアックとは 49km、サンイコールフルールとは 29km の距離である。ルリオランのスキーリゾートはオーリアックへ向かう道の中間にある。ミュラには 北のクレールモンヘランや南のオーリアックやフィジャックへ向かう旅客列車が停車する。ミュラにはフィジャック、アルバンド線も停車する。これは2010年代初頭に改修が行われている。ブルドンガンミュラから眺めたボヌビーワヤマミュラ駅、ミュラの起源は明らかでない。最初の歴史的な言及は270年頃に遡る。町の名はオーベルニュ地方に 福音の光をもたらした、聖豆の説教の中に登場する。その後、ミュラに関する他の証言は1008年までない。この時の公文書には、ミュラは強力な試写量領であり、長く城が存在していることを記している。町は要塞であった。1283年、町はカストラムアパッドカストラムで、ムラットの条約で言及される。1044年の記録では、 ローマ王、ハインリヒ国王が町を包囲したとあるが、事実は異なる。ケルト語でムラットは、険しい岩を意味する。中世の詳細な記録が残る。ミュラ施釈は、非常に強大で、カルラ施釈の傘下にあった。代々の施釈は、カルラ施釈に真珠を誓っていた。町の収入は、通常ミリ地方との純血のされる種牛の売買、チーズ生産からもたらされていた。小麦もまた、 貿易の重要な部分を占めていた。三浦住民は自治体特権を持っていた。1263年には3人のコンシュルを選出する許可を獲得し、どんな商品もコミューンが所有するお森で測る権利、領主の森を使用する権利を得た。中世の間、三浦は繰り返し領主間の戦争や紛争に由来する被害を受けていた。1265年、アップション領主は ミュラシシャ領の土地をほぼ破壊した。しかし、最も暗い時代は百年戦争の時代である。三百五十七年、ブリュードを占領したイングランド軍がミュラを略奪した。彼らは五年後にも戻ってきて、ミュラ周囲を荒らし回り、この時に三つの城が破壊された。こうした戦争の結果、町は住民の半分を失った。第二、第三の過去市が建設された。 17世紀は、飢饉と薬病の流行が特筆される。1630年の死者数は以前の2倍になった。1632年には、厳しい飢饉が発生した。1649年の冬は、人々が、公の祈りを必要とするほど伸び、1663年の冬は、非常に厳しく、1693年から1694年に、 かけての数ヶ月で、町は180人の住民を失ってしまうほどだった。1696年、ヌベールの事前の姉妹会のマルスリーヌ・ポペルは、ミュラの町に不幸な人々を助けるための家を設立した。皮肉なことに、町が最も発達したのは、この一世紀だった。商業が栄えた。20軒の旅館とホテル、30人の職工15人の屠殺業者と、 一社、弁護士、交渉人、宝石商、宝石職人、画家、彫刻家がいた。フランス革命時代のミュラは重大な懸念を持っていた。新たな行政区画においてミュラは重要な位置を与えられた。ミュラは非常に成功した。ミュラはアラン書の代わりに軍庁所在地となったのである。この時代、3、マルタン協会はトウモロコシの取引所に使われ、 サンギャル修道院は病院に転換された。行政機関は旧ドミニコ会修道院に置かれた。犯罪の容疑者は全員オーリヤックへ送られたので、三浦住民はギロチンを見ることがなかった。ブルボン王政復古、7月王政、1848年、革命は三浦にわずかしか影響を与えなかった。しかし1866年の鉄道到来は注目しなければならない。 まさに町は孤立を解消し、それを行ったのはグランドサントラル鉄道会社であった。20世紀2度の世界大戦は三浦に甚大な被害をもたらした。第1次世界大戦では三浦生まれの102人の若者が戦死し、1939年から1940年の遠征でさらに7人が命を落としたのである。しかし間の大虐殺は強制追放から生じた。 ノルマンディ上陸作戦から少し後の1944年6月12日、フランス民兵団が関与するドイツ野戦憲兵がまさに逮捕を実施していた。60人のレジスタンス活動家がミューラに侵入し、位置に着くとドイツ憲兵に発砲し始めた。最初彼らは守備を固めたが、最終的には数人の人質を連れて退却した。この作戦で、 6人のドイツ憲兵と2人の民兵団員のみならず、SS の風ゴガイスラーが殺された一方、レジスタンス側は数名の負傷者しか出なかった。ドイツ兵たちは6月24日に報復を始めた。10件の住宅を破壊、300人が身柄を拘束され、117人が囚人となった。全員が16歳から50歳までの男性であった。 彼らのうち87人は強制収容所から生還することはなかった。ミュラのフランス市民たちは、2012年6月上旬、ミュラにおいて、ノイ・エンガンム記念碑が除幕された。ミュラで起きたこと、追放され殺害された人々への追憶としてである。露天掘りで掘り出された、軽装土は、ミュラの工場で加工されるコミューンには、周辺の農家と関係する。 農業食品分野の企業がある。生乳加工、製粉、家畜飼料などである。食品のろ過除剤として使われる、軽装土は近くの採石場から算出され、焼成される。町は、商店のネットワークと二次機関病院があるため、周辺自治体にとってのサービスセンターとなっている。最後に、カンタル連山と三浦九市街は観光地となっている。コミューンは、 必要な専門機器、ワイヤレスインターネットアクセス、プリンター、映像会議設備と会議室を備えた7カ所のテレワークセンターを建設している。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降 INSEE、ミュラの旧市街には、多くの中世、ルネサンス期の建物が残っている。ありがとうございます。